はい、酒好きな新潟人の飲酒トーク始めていきたいと思います。今回は、また朝日ですね。スーパードライの、スーパードライではないのか。日本初の麦芽 100% と、糖類 40% オフということでね。朝日ザ・ロイヤルラベル。アルコール度数 6%。これは限定醸造とか書いてないんで、通年販売されるんでしょうかね。麦芽 100% で糖類オフを、追求する初の、日本初のビールです。だそうです。原材料が麦芽とホップとなってます。これは確かに、朝日スーパードライではないですね。スーパードライはもそもそも麦芽 100% ビールではないんですよね。コーンとかスターチとか、コーンとスターチとあと米とか入ってなかったっけ？ねえ。これは麦芽とホップだけなんで、麦芽 100% ビールということですね。これは、それでいて、ねえ、糖類オフ。ということはなんか、いわゆるカロリーが、少ない。あれ、朝日ってスーパードライのスーパードライの、なんだっけ。スーパードライの金のやつ。あれとかっていうのは、ドライプレミアムは、これは麦芽 100% ではないんですね。おそらく。原材料とかが、米とコーンとスターチ使ってますね。そもそも、やっぱり、そもそも朝日って、スーパードライ、全般的に、スーパードライ全般はもう、麦芽 100% ビールではない。ということですね。となると、麦芽 100% で朝日が出してるやつっていうと、何になるんでしょうね。多分あるのかな。わからん。朝日ザ・エクストラってやつがありますね。これ前飲みましたけど。これが 100% のやつか。じゃあ、それのザ・エクストラの、なんかオフバージョンみたいな感じなんですかね。多分ね。それ以外で多分、麦芽 100% の生ビールって、おそらくないんじゃないか。みんな大体朝日の、ビールって、米とコーンとスターチが入ってますからね。これは珍しい。はい、今回はね、新潟限定のお菓子だと思いますが、亀田製菓のサラダホープを食べていきましょう。これ好きなんですよ。サラダホープ。それじゃあ、乾杯。多分、限定醸造とか書いてないから、多分通年販売するんじゃないか、これ。これは通年販売か。珍しいですね。最近ずっと限定醸造ばっかりだったから。珍しい。セブンイレブン限定？あれ、やっぱ限定販売じゃねえか。全国のセブン&アイグループ各社で限定販売。だって、なんだよ、結局限定かよ。
限定っていうかあれなのか。限定だけど、限定醸造ではないね。多分通年販売するんだけど、ただ単にセブンイレブンしか売ってないってことか。そういうことなんですね。このサラダホープ。これがですね、どんなお菓子かというと、まあ、ベーカーです。新潟のね、まあ、代表するベーカー。これが美味しいんですよ。うん。昔ながらのこの、うん。細長い。うん。あっさりとした塩味の。ザ・ロイヤルラベルですが、本商品は厳選された麦芽を 100% 使用した、しっかりした飲み応えと深いコクのが特徴のビールです。また、当社独自の高発酵技術を採用することで、糖質 40% オフという機能性と爽快な切れ味を実現しました。単体には、重厚で本格的な味わいを表現するための深い緑色を採用し、王冠のモチーフを中央に配しました。そして日本初麦芽 100%、糖質 40% オフといった商品特徴を記載し、機能性と新規性のある提案であることを、訴求しています。今回、セブン&アイグループ各チェーンでの限定販売とし、商品として、アサヒザイロイヤルラベルを発売することで、ビール市場における、麦芽 100% 糖質オフという新たな価値に対する需要性を図ってまいります。うん。うん。まあ、こういうのもいいんじゃない?まあ 40% オフって個人的にまあ冬に飲むのには合わないですけど、基本的にまあ冬じゃなく、あれですね。夏にはスッキリしていいんじゃないですかね。うん、甘さが、こう濃厚じゃない。さっぱりした感じ。ね。まあ、糖質オフのビールって基本的にまあ、俺が飲むことは、まあ飲むとしたらまあ大体夏、うん。夏ですね。基本的に夏しか飲まない。うん。これが3月10日発売。まあ今までね、糖質オフっていうと、生ビールではなく発泡酒が当たり前だったんですが、まあ、それは、うん。それがね、とうとうビールにもその時代が来たかと。うん、まあ、うん。まあ、飲み飽きしない味といえば、そんな感じですか。うん、まあ、麦芽 100% ビールっていうのは、やっぱり、飲み飽き しない、ね、ドライな、感じっていうの。そういう味わい。がまあ、特徴、キレがいいっていうか、うん。まあでも、うん。スーパードライとかに比べると、やっぱり、ちょっと、濃厚さに欠けるというか、
そんな感じはしますけど。まあ、まあ、いいんじゃないですか。まあ、糖質 40% オフを待ち望んでる。うん。人もいるかと思いますんでね。まあ、俺はまあ、普通にスーパードライで。うん。朝日はスーパードライでいいな。まあわざわざこれあれ、セブンイレブンしか売ってないから高いんだよね。値段がね。だからまあいらないな。まあいらないっていうか。うん。あの赤い。うまさとしては、ね、赤いね、スーパードライが一番美味しいんで。まあこれは夏とかになってもまあ買うことはないだろうな。俺夏は、あの、まあ普通にビールか。あの、ビールとか、オフ系のやつを買うとしたら、あれだな。発泡酒のあれだな。淡麗生を買うけどね。コクはほぼないでしょう。コクなし、甘みもまあない。香りはまあ、そこそこってとこか。これはまあ、普通に美味しいは美味しいけど。まあ、美味しいっていうこと。ぐらいしか言えないですね。2244です。ご視聴ありがとうございました。